ただ最後の最後は2者連続三振で締めた6回でした。右が入らセンターの攻撃だ。追いかけるかジャンプ。ここは岡田さすから。これがまあ最後の9番バッターになりますが、ストレートこれも詰まった打球ですが、岡田が前に出てくる。これはさすがです。これはどうか、センター打球の伸びはどうか、センターグーッとバックした、バックしてジャンプ、1番取った岡田、ファインプレー。フェンスにもうけばりついて、切手のようにくっついて、見事にこの大飛球を捉えました岡田。秋山初球打ちはセンターの左、岡田が下がりますが、あーフェンスです、フェアです、ツーベース。左中間これも伸びていきました。いやもちろん今バッティングも素晴らしかったんですけども、岡田選手のフェイクの、はい、守備は素晴らしかったですね、はい、一旦取るぞってね。いやここから見てても、あセンターアフライなんだなって思いましたね、はい、正直ライセンターフライ取ると思いましたねこのポジション。うまいですね。そうですね、そのダイレクトでワンマン取ってますもんね。そうですね、この後ろからのそのフェンスに当たってからの処理も早いですし、うん、まあ、もちろんね画面が近づいてみると、まあ、明らかにボールを取れそうな感じはしないですけど、遠目でねランナーもそうですけど遠目で見ると本当に取りそうな雰囲気出してたので、彼にダブりますからね。ダブりますか。低めすくい上げた、センターへボールが伸びていく、ジャンプ、横から取りました。これもよく伸びていきましたが、びっくりです、低めのボールよく捉えた、あそこまで持っていきました。岡田取ってスリーアウト。ここで投げると負けていないというここ最近のピッチング、変わった岡田のところです。見せるか。見せた。見せました。今日も今日も見せましたか。まあ、その当たる前にグラブに入っているという判定でアウトになっていますが、この今変わったばかりの岡田の守備、バッターとしたらそう思うでしょうね、ちゃんと取ってますね。このタイミング、昨日もこういうシーンありましたが、いや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 、まあ、本当に守備球際の強さってありますね。上手ですよね、この人ね、そこはうまく立ち切って、打球はセンターの右、岡田です。ジャンピングキャッチでゲームを締めくりました。試合終了9対5、最後は岡田のファインプレー。カットでのボールセンターへ、岡田が出てくる、岡田ダイビングキャッチ。最後ここは岡田の真骨頂が出ました。際どいところでしたがセンターナイスダイビングキャッチがありました。もう一度ご覧いただきます。両方もねいい感じに打ちましたが、このディフェンスですね、ナイスプレーですね。まあ球際に強いですよ、はい、岡田がなんとかこう食い止めたという格好になりました。さあまだノーアウト二塁一塁です。打ち上げた、これは詰まったでセンター前です。センター岡田が出る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 と、スライディングキャッチ、取った取った取りました。岡田ならではです、もうセカンドのすぐ後方まで突っ込んできました。ワンアウト二塁一塁、これでも岡田じゃなかったら取れなかったんじゃないですかね。まあそうですよね、まあ守備範囲広いですし、まあまだ若干ちょっと余裕があったかなっていうところありますけども、はいはい、まあ、この辺はさすが岡田ですよね。そうですよね、このさすがの岡田も最後滑り込んで、まあ余裕もありましたね、確かに余裕もあったんですけど、まあでも岡田だから余裕があるだけで、まあ他の選手はもう取れてないですからね。あそれと上半身だけのそのバッティングといったようなところが気になって仕方ないですよね、これセンターの岡田はジャンプ1番だ、取りましたか、取ってます、岡田が見せました。これは鋭い打球ライナーでしたが、絶妙のタイミングのジャンプ、そしてフェンスにぶつかってもボールを落としませんでした。いい守備しますよね、
この後、おお、結構な衝撃ですよこれ。取ってから、初球打ち、この当たりはセンター追いついたか。いやー岡田この当たり追いつきます。この辺がね、選手の真骨頂じゃないですけどもね、はい、今のも簡単に取ったように見えますけどもね、相当な距離走ってますからね、かなり長い距離を走りました、はい、打った瞬間ヒットかなと思ったんですけれども、もう一度この角度からご覧いただきます。ここから走り出します。 50m 近く走ってないでしょうか。球際も強いですね。本当に回転した方が次の動作に入りやすいということで、ね、その取り方もいいですよね、はい、あれはあえて回転してる、あのまま行くと前につんのめってしまって、取った後タッチアップもありますから、はいはい、回転してすぐ立ち上がってということですね。中に入ったがこれはサイフライになってます。岡田が出てくる、広い広い守備範囲、まあ、どうなんでしょうね今の、はい、清田のところもう邪魔して撮ってるよ、ね、清田が俺撮りたかったよみたいな表情してましたね。まあ、守備範囲はどこまでがというのは、ね、決まってませんので、さすがというプレーを今岡田が見せてくれました。エリア66